んにちは、岩松正文です。オンライン経営講座、今日は経営力を高める3つの思考というお話なんですけれども、経営ってどういうふうに上達していくのかって考えてみると、私自身も以前は年間300時間ぐらい練習ロールプレイやってた時もあります。練習ってとても大事ですし、必要な本読んだり学校に行ったりして知識を入れるってこともたくさんしてきたつもりです。でもですね、結局のところ何によって傾聴力が最終的に高まったのかなというふうに考えてみると、自分自身をどういうふうに取り扱えるようになるかっていう、自分自身への、取り扱い説明書といいますか、取り扱い方がですね分かってくると、ちょっとずつこう自分の中で蓋をされてたこうブロックが外れてですね、玉ねぎの皮むくみたいにですね、だん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 こう芯の中にある本当の能力っていうのがちょっとずつ出てきたような感じがしてるんですね。で、その傾聴力を高めるマインドといいますか、傾聴マインドっていう言い方を私はよくするんですけども、一言で言うと何が大事かっていうと、一番ですね、自分への優しさ。私こう見てもまだ結構自分に厳しい方です。自分のことを責めてくる悪魔くんって呼んでるんですが、ダメだダメだって、過去の自分を責めたり今の自分にダメ出ししたり将来を不安にさせるっていう、こういう悪魔の声に今でも苛まれることがあるんですが、それでも傾聴を習い始めた14年前に比べるとかなり自分に優しくなったなというふうに思いますね。私自身今本当にね、別に悪いことじゃないと思うんで、正直に言いますと、世の中に自分が3人ぐらいいてくれたら、なんかこう世の中はもっとよくできたり、仕事ももっともっとはかどるしいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。20代の自分っていうのは、そういうふうに思わなかったですよね。私なんか生きてる価値ないんじゃないか、生きてる意味ないんじゃないか、あの人を劣っててダメなんじゃないか、あれを持ってない、これが手に入らないって、ずっとそんなことばっかり20代とか30代の前半考えてたような気がするんですが、もうそういうの今ないですね。単純に年を重ねたからっていうのはあるかもしれないんですけども、やっぱり14年間傾聴を続けてきて、自分にだいぶ優しくなれてるんじゃないかなと思いますし、自分に優しくなれる、できるようになるとですね、人にも本当に優しい気持ちで話聞こうって気になれますね。それができなかった頃、自分に優しくできなかった頃っていうのはやっぱり無理して聞いてた気がします。聞かなきゃいけないとかね、優しくしなきゃいけないみたいな、ねばならんで聞いてたとこなんですけども、そういうのがなんか取れただけでだいぶ傾聴もうまくはならないんですけども、マシになってきてんじゃないかなというふうに思いますね。なのでそれと関連して、こう自分にダメ出ししないと、ああだからダメだ、こうだからダメだ、ちゃんと聞けない自分はダメだ、余計なこと言っちゃうと自分はダメだって、ダメだダメだダメだって、ダメなとこばっかり発見するの上手な人いますけど、これやってるとですね、傾聴上手にならないですよね。なんでかって言いますと、人間って自分を見るように人を見るんですね。ですから自分のダメなところを気にしている人っていうのは、誰かと出会った時にその人のダメなところからまず目についちゃうわけです。そうするとダメなところに気づくと人間で直したくなりますね。ダメなところを見つけて指摘して直すって、これ傾聴じゃないんですよ。問題解決思考ですね。傾聴というのはそうじゃないですね。ダメなところがあるんだけども、あ、本当ダメだと思ってんだね、そこが苦しいんだね、でも私そんな苦しむあなたのそば、苦しいと思ってるあなたのそばにもいるよ、ダメだって感じてるあなたのそばにもちゃんといますよって、これが傾聴でいう寄り添うだと思うんですね。だから自分に寄り添える分しか人には寄り添えないっていうふうには私思うので、傾聴っていうのは寄り添うこと、気持ちをちゃんと分かることっていうことをするのであれば、やっぱり自分に寄り添って自分の気持ちをちゃんと分かっていく、ダメ出ししないっていうのが大事なんじゃないかなと思いますね。で、3つ目は究極なんですけども、今生きてることに感謝してる。ないものたくさんあるんですね。私なんか家のローンも残ってますし、子供の学費もどうしようとか心配もありますし、これから先大丈夫かなって不安もたくさんあるんですね。あるんですけども、根本的に一つ、以前と違うのは、目覚めるとラッキーと思うんですね。毎朝
あ、今日も生きてるって、もう生きてるだけだとはこうどうにかなるんじゃないかな。あとの時間っていうのはもちろん仕事大変とかあるかもしれないんだけど、まあ、私はあんまり仕事大変とかあんま感じないですが、まあ、サラリーマン時代なんかすごく感じましたけど、生きてるだけでもうそれでもとりあえずパーフェクトなので、あと今日一日起きることっていうのは、まあ、嫌なことが起きてもね、いいことが起きてもあとおまけなんだっていうふうに思うとですね、まあ、結構気が楽に幸せな気持ちで一日過ごすことできたりしますね。でそういうなんか生きてるだけで大丈夫だよっていう感覚っていうのは傾聴するときにも相手の方への姿勢に必ず出てくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ですので、まあ、傾聴力を高めるっていうのはもちろん練習していたら練習したなりに上手くなっていく面もあるんですが、やっぱりですね、最後自分自身とのこの関係性っていうのが弱いと相手にも寄り添いきれないっていうね、あるいは緊張しちゃうとか考えすぎちゃうっていう形で